ミュージックチャルメラドーン。この番組はプロアマ問わず、またオリジナルカバーも問わず、素晴らしいアーティストの演奏曲を音芝居を交えながら月1回更新でご紹介していく番組です。こんばんは。いらっしゃい。今日はお一人ですか？はい、マリアの職場年度末の決算で忙しいらしくて。そうですか。落ち着いたらまた連れてきますよ。あ、ほろ酔いラーメンセット一つ、今夜は醤油で。はいよ。もう少ししたら桜の季節ですね。そうですね。一年早いですね。本当になんだかあっという間に感じますね。今年はお花見できますかね。どうですかね。まだ油断はできないように思いますけどね。多くの方は今でも外出を我慢してますから。そうですね。今年が無理でも元気でさえいれば、桜はまた来年も咲いてくれますからね。そうですね。健康第一ですね。はい、お待ちどうさま。いただきます。お父さんは桜にまつわる思い出ってありますか？桜の思い出ですか。そうですね。そういえば娘がまだ小さかった頃は、近くの公園でビニールシート広げて満開の桜の木の下でお弁当を食べたことぐらいですかね。仕事がこんなですから休みが合わなくて遊園地とか連れて行ってやれませんでしたから、それは特に覚えてますね。ご家族でのいい思い出じゃないですか。僕は社会人2年目に友達と一緒に京都の桜の名所にお花見に行って、結構混んでたんですけど、売店のそばの席がたまたま空いてて、そこに座ってビールを注文したら結構な値段で、帰りの電車賃ぐらいしか残らなくて、うろうろせずに帰った思い出が。あらら。まあ、桜の名所なら時期的に一番の書き入れ時でしょうから、値段も上がるんでしょうね。京都の桜見に行ってみたかったんですけどね。それからは近場の公園の桜で満足してます。そうですか。あ、桜といえば素敵な歌があるんですよ。桜の歌ですか？以前お聞かせした藤田久美子さんと宮地敦さん、覚えていらっしゃいますか？藤田久美子さんは確か同窓会をテーマにされた曲じゃなかったですか？そして宮地敦さんは低音のささやきボイスの方じゃなかったですか？そうです。よく覚えていらっしゃいますね。お聞かせした曲名は、藤田さんがみんなセピアの中で、宮地さんがマイロードでしたね。実はあの二人 DHA というユニットもされていて、つい先日に新しい CD を発表されたんですよ。へえ、そうなんですね。ファンをされてるうちのお客さんがまたカセットテープに入れてくれたんですが、ご興味ありますか？おお、ぜひ聞いてみたいです。
ちょっと待ってくださいね。ああ、あったあった。ああ、楽しみです。じゃ、かけますよ。お願いします。笑う。
なんだか亡くなった母親のことを思い出してしまいました。母とは子供の頃に桜並木の下を買い物に歩いた時の思い出が、何がどうこうってほどの話でもないんですが、思い出すとじんわり温かくなります。素敵な歌詞、歌ですね。お母さんとの思い出ですか。何気ないことでもいい思い出になるもんですよ。あ、これは前にもお話ししましたが、お二人とも関西を拠点に各地で活動されていて、藤田久美子さんはヤマハのポピュラーミュージックコンテストで4回決勝に進まれた方、宮地淳さんは東芝 EMI でデビューされていたんですよ。お二人はソロ、この DHA というユニット、そして音玉4人衆という関西の凄腕シンガーソングライター4人組の活動もされています。この笑う桜は宮地淳さんが作られた曲だそうで、宮地さんのお父さんとの思い出、実話を歌にされたそうですよ。実話なんですね。道理で説得力があるなって思いました。藤田久美子さんのピアノとコーラスもそっと寄り添うようなタッチで優しく入っていて、さらに優しさが増していますね。 DHA、 僕もこの CD 欲しいな。販売されてるんですよね。関西のライブ会場などで直接手売りをされているとか、うちのお客さんに聞いておきましょうか。はい、ぜひお願いします。温かい曲を聴いていただいた後は、今度は熱々の新味の餃子第2弾作ってみたので味見していただけませんか。新味の餃子第2弾、ぜひぜひ。実はちょっとと桜の塩漬けを刻んで少し入れてみたんですよ。おお、桜の塩漬けですか。香りが出て美味しそうじゃないですか。桜つながりですよ。なるほど、楽しみです。塩漬けに釘漬けになったりして。うまい。ラジオ音芝居&音楽、ミュージックチャルメラドーン、 DJ はヨッチン&テッセイでお送りしました。